こんにちは、南品おやじです。本日のテーマは、5G 銘柄がチャンス。楽天。そうだ、楽天を買おうをお送りいたします、えー。緊急事態宣言が出ると言われているですね、今週末、いろいろ株価がです、ね、下がっておりますが、こういう時こそですね、えー、5G 銘柄がチャンスではないかと、本日楽天をご紹介いたします。 皆さんご存知かと思いますが楽天はですね国内に1億以上世界で14億グループの会員を有しており e コマースクレジットカード携帯キャリアなどですねいろいろなサービスを合わせて70以上を提供するコングロマリットであるということで独自の楽天エコシステム 楽天経済圏を形成しております。何を隠そう私、親父もですね、楽天経済圏で生活している一部であります。楽天ポイントを貯めるのが生きがいとなっております。別の動画であげておりますので、ぜひご覧になってください。楽天の概要なんですけども、サービス展開が30カ国。 グループサービスの利用者数がなんと 14, 14億人、サービスの種類は70を超える企業となっております。グローバル流通総額19兆円ということで、今年はこれを上回る勢いだということです。続いてですね。 概要なんですけどもプロフィールとしてです、ね、1997年に2人で設立した楽天市場はです、ね、13店舗でスタート、で先ほど説明したとおりです、ね、EC の流通総額は3.7兆円、日本だけでも楽天の会員数1億人ということで。 非常に素晴らしい企業というかですね、巨大な企業になってきております。まあ、エコシステム、楽天キャピタルですね、インターネット、ライドシェア、ヘルスケア、ファインテックですね、えこちらを有しており、サービスにはですね、楽天トラベル、楽天カード、楽天バンク、楽天証券ですね、楽天モバイル等、え 話していたらきりがないぐらいありますね。最近では FC バルセロナのメインスポンサーであり、ですねスポーツなど野球もですね楽天、イーグルス、サッカーなどですね大手のスポンサーにもなっております。楽天の株価の方を見ていきたいんですけれども、979円ということで、昨日現在、ですね本日もほぼ同じ値段で終わっております。で楽天の株価ですね。 順調に伸ばしていたんですけれども、2017年後半ですね、ここから下がっております。これはですね、楽天の携帯事業の進出をです、ね、発表してからですね、資金先行投資ということで、それが不安に思われてですね、下がっておってですね、徐々に回復しておったんですけども、コロナですね、それから菅さんの携帯料金の値下げ圧力により下がっておりですね、 まあ上下を繰り返しておるというのが現状ですで。楽天の株主なんですけども、皆さんご存じ、三木谷さん夫婦が揃ってですね、個人株主として12%、9%と、非常にですね大きな割を占めております。クリームゾーングループっていうのも、まあ、三木谷さんの会社になります。 で楽天のです、ね、成長と革新の軌跡ということで、楽天市場を始めてから、ね、M&A でいろんなところをです、ね、買収していきです、ね、楽天銀行、楽天エディ、楽天生命ですね、楽天損保で、ついには2019年には楽天のキャリアですね、こちらにも参入しておりです、ね、現在はです、ね、格安スマホの楽天モバイルズと 5G に向けた楽天アンリミテッドですね、こちらの方も参入しており、こちらの方が今まだ先行き不透明ということで、株価の低調な原因となっております。ただしですね、売上高は右肩上がりで、非常に順調に進んでおるかなと思います。楽天のサービスで実績がすごいんですね、楽天カード。 楽天銀行ですね、楽天モバイルの,この数だけ見ると、ですね非常に素晴らしい、ナンバーワンが揃っております。ですね。他にもですね小売産業、楽天市場ですね、あと楽天トラベル、あと広告事業、楽天の預金高、あと楽天カードのクレジットカードのショッピング取扱い高もすべて右肩上がりと素晴らしい数値が並んでおります。で楽天の事業ですね、セグメント。 大きく分けて3つからなる事業で展開しております。インターネットサービスセグメント。主に楽天市場ですね。で、でこれがフィンテックセグメントですね。これ主に楽天カード、銀行、証券ですね。この3つが非常に大きくて、ね、特に楽天カードの収益が大きいようです。 で、今手がけているのがモバイルセグメント、楽天モバイルですね。これに非常に力を入れとるというかですね、これを今、天下を取ろうとしてやっております。楽天エナジーなどのね、最近では楽天電気、楽天ガスなども参入しております。で、セグメント別の売上ですね。で、インターネットサービス、楽天市場は5割ほど。 でフィンテックセグメントですね。カードや証券会社が35%。今、手がけているモバイルセグメント、こちらに今、力を入れて先行投資をしているというのが現状で、で売上的にも今、少ないという状況ですで。業績ハイライトなんですけども、これ20年の第3クォーターなんですけども、右肩上がりの数値が並んでおりですね、この辺はですね、 えー、非常に順調に進んでいるのかなと思います、えー。前年同期比ですね、2桁の成長を続けておるということで、素晴らしい数値が並んでおります。で業績の売上高も、ですね見ずの通り売上高で、えー、右肩上がり2020年もですね、えー、この2019年実績を超える予定であります。ただしですね、この NONGAAP というやつですね、えー、こちらはですね、 米国会計基準ですね。で、これ、ノンがつくとですね、アメリカの会計基準ではないということを表しています。これ、利益率なんですけども、2019年ですね、こちらの方下がっておりますえ。なぜかと言いますと、やっぱり携帯産業ですね、携帯事業のですね、先行投資が響いてですね、一部赤字になっております。ただしい、 連結の売上高で見ますとですね、これ、細かく出ているんですけれども、年別に見ると右肩上がりということになっております。先ほども言った通りですね、営業利益率、これですね、昨年度より赤字になっております。すべて携帯事業の先行投資ということで、ここが。 ちょっとですね、不安要素というか、ここで嫌がられて株価が低迷しているところになります。連結業績のサマリーなんですけれども、20年の第3クォーターですね、こちら、前年同期13%とアップしておるんですけれども、営業利益の方はマイナス349億円というです、ね、ことになっております。それからですね、IFRS こちらが国際会計基準ですね。国際会計基準。こちらは米国会計基準になりますで。こちらもマイナスになっております。売上高は伸びているんですけども、営業利益が上がってないよということになります。これはですね、先行投資をしているからであります。 楽天の配当金の方を見ていきたいんですけども株式分割等でいろいろありましたが目安となるのは2012年のこちらの3円ですねこちらからは3円4円とですね徐々に上がって4.5円でずーっと と足踏み状態ですが、減配はしておりませんので、これはですね、三木谷さんのですね、すごい意思ですね、減配はしないというですね、まあ、アメリカ的な考え方があるのかなと思いまして、まあ、この4.5円はいくら赤字でも減配しないと思われております。で 株主優待の方もありまして、100株ですと楽天キャッシュですね。こちら楽天の会員にならないといけないんですけども、楽天の会員になるには無料ですので、何の問題もないかと思いますが、5年未満で500円、5年以上で1000円ということで、100株ですとこのような数値になりますが、少しね、利回りで考えると寂しい数値です。で楽天トラベルの 宿泊クーポンも1500円分いただけるということで、これが一番金額的にはでかくなってしまうのかなというふうに、100株ですとね、なりますんで、利回りで考えるとあまりよろしくないんですけども、今後のね、成長性、キャピタルゲインを狙うにふさわしいのかなというふうに私は思っております。まとめなんですけども、新しいビジネスモデルが、これが、えー、とモバイルを含めた楽天市場との総合シナジーを 目指している楽天のモデルですね。新しいビジネスモデルが成功しているが、モバイル事業の成功が楽天の命運を握っているということで、楽天市場、楽天銀行、楽天証券ですね。こちらの方は大成功というかですね、成長もしており右肩上がりなんですけれども、楽天モバイルをですね、 なんとか成功させて、さらなる囲い込みをしようというですね、楽天の思惑がどうなるか、ここが鍵かと思います。で、利回りの方はですね、まだまだ寂しい限りなんですけども、配当金というよりも、キャピタルゲインを私は狙っていきたいなと、個人的には思っております。結論なんですけども、右肩上がりの業績ですね、売上高、営業利益なんですけども、 モバイル事業での大幅な赤字を垂れ流しておりですね、他は絶好調で、楽天経済圏は最強かと言われております。モバイルで成功しなくても失敗しなければ株価下落の今、グロース株として狙えるキャピタルゲインですね、売買差益で狙えるんではないかと親父は思っております。1000円を切っている今が狙い目かなとうふうに思います。 銘柄としての楽天ですね。で、いろんな分野があるんですけども、楽天市場、楽天証券ですね。あと楽天銀行などは絶好調と言ってもいいんではないでしょうか。売上高、営業利益もですね、2桁成長しておりますんで、問題ないとは思うんですけども、なんせ楽天モバイルに非常にお金がかかっておりですね。 ここ2年赤字ということで、ここをどう見るかですね。で、5G が立ち上がった時にどれだけ利益が返ってくるのかですね。シェアが一番にならなくてもですね。私はそこそこ取れれば問題ないのかなと思っております。今、格安スマホの方でしか全然まだ目立っておりませんが、 この三大キャリアですね、au、どうこうもソフトバンク、どれだけ近づけるかが私は問題かなと思っております。楽天もですね、楽天モバイルだけで儲けようとは思ってないはずですので、どれだけの新規のお客が取れるか、そこが一番の要素かなと思っております。皆様はいかがお考えでしょうか。ぜひですね、ご意見、感想ですね、ぜひ、 コメント欄よりお寄せください。あとですね、続きが見たいよ、良かったよという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ナンピン親父でした。